い、どうも皆さんこんにちは、キャポンです。今日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、今日はスピード練習をしようかなと思ったんですけど、ちょっと前までね、まだ足を痛めておったんで、スピードは出さず、長い距離走ろうと思って、今日は30キロぐらい走ろうと思っております。で、今は朝の8時12分で、まだわりかし涼しいし、太陽もまだ出てないので、そんなに今のうちに走ろうと思って、ただ最近ね、すごい寝不足気味で、今もちょっと若干寝不足気味なんですけど、頑張って走ろうと思います。はい。で、今日はシューズは、ナイキフリーラン 5.0 です。最近買ったね、リアクトインフィニティ2、あれって毛がゼロを目指してるシューズじゃないですか。あれ履くとね、右足がね、バカ痛いんよ。馴染んでないだけなんか、それともシューズそのものが合っていないのか、ちょっとまだわかんないんですけど、ちょっとしばらく履くのは控えようと思って、はい、本来ならね、リアクトインフィニティの方がいいんでしょうけど、今日はフリーラン履いて走ろうと思います。はい、30キロという長旅、頑張ろうと思います。結局ね、9月入ったらスピード練習します。今はもう焦らず、基礎を鍛えていこうと思うんで、行きましょう。はい、では今日の練習スタートします。今日も足の様子見ながら、なんやかんや走ることになると思います。途中で痛くなったら、それはそれで。はい、1キロ、4分59です。ちょっと早いね、やっぱり。もうちょっと落とし気味でも今日は問題ないと思うな。走ってるね、女性で、絶対日焼けしたくない人もいてるじゃないですか。たまにこう全身真っ黒の人いてません？タイツ着て、もう帽子も顔も見えへんみたいな人、ああいう人見るとね、あれ思い出す、ペプシマン。ペプシマン分かる人おるやんな。あれ思い出すねんな。さっきそういった方とすれ違ったんですけど、ペプシマンやな思いながら。はい、今5キロで25分30秒ぐらいかな。暑いな。ムシムシするんですよね。まだそんなに太陽が出てるわけでもないけど、結構蒸し暑いな。あと25キロ頑張ります。さっきね、 JR の須磨駅前通ってたらね、カップルがおって、もうカップルの会話が、彼女さんが、ちょっとメイク描いてんけど、どう？かわいいって彼氏さんに聞いてたんですよ。で、その彼氏さんがね、かわいいって言ってて、ほんま、胸腐れ朝からほんま、やってられへんわ、ほんま。っていうね、モテない男のひがみ。こう前から話してるけどさ、僕の YouTube チャンネルって、98% が男の人で、残り 2% が女性なんですよ。で、僕、チャンネル登録者数、2000人ちょっとの 2% ってことは、20人ぐらいしかおらんってこと？俺の女性ファン。少なすぎん、それ。そんな YouTuber おるほか、なかなかおらんのじゃ。そういや、この間、動画で紹介したフリップベルト、これめっちゃいいんですけど、あれですね、汗をかなり吸う。
汗の匂いが残るもんな、ファブリーズしても。もう一個買おうかな。まだだね、安くないんでね、迷う。はい、今10キロで52分15秒。あのね、今日結構道路工事してるから止まらなあかんことが多くて、やっぱこっち来ると信号多いんで、ちょっと須磨海岸か、そこをちょっとしばらく走ろうと思います。やっぱ止まらず走りたいんでね。ということで戻る。はい、須磨海岸に帰ってきました。いやー、火出てきたな。今日何を思ったかね、日焼け止め忘れたんですよ。何のどうせ火出えへんやろみたいな、そんな風に思ってたんですけど、全然出てきた。てかなんか山の方、何あれ、霧なんか曇ってんな。雨降ってんじゃん、あそこ。山の天気は変わりやすいってね。そういえば松本マラソンでしたっけ、中止になっちゃったんですね。あれ理由何なんですか、コロナなんかな、ちょっとその辺がよう分からへんねんな。まあ兵庫県もつうか全国的に緊急事態宣言出てますけど、もうなんかどうしたらいいんかなと思うもんな。でも手洗いうがいとかちゃんとしてるし、もう正直人と会うのも今めっちゃ避けてるし、もう何をどう対策したらいいかがよう分かれん。とりあえずもう一回給付金の10万ぐらい来れへんかなって思う今日この頃。はい、今は15キロで1時間19分40秒。あっつ、今日服装ミスったかも、チョイスノースリーブでよかった。あと半分頑張ります。はい、今17キロで1時間30分13秒。はい、疲れた。あと13キロか。まだ13キロって微妙な距離やな。まあ、あと1往復ぐらいしてから垂水の方に戻ろうかな。さっき海に水着ギャルがいてたんですけど、誘いたかったね。シャルウィーランつってシャルウィーランって、シャルウィーダンスってどういう意味や、一緒にダンスしませんか的な、なんかな、そういう感じなんかな。はい、20キロで1時間45分53秒というわけなんで、砂海岸から離れて垂水の方に走りに行きます。あー疲れた。まあ、言うてあと10キロなんで頑張りますわ。よいしょ、やばい、めっちゃ暑いわ今日。まあでも金沢マラソンが10月のまあ終わりなんで、まあ、今よりはだいぶ涼しいでしょうね。ああ楽しみだけど不安が非常に多いですわ。はい、25キロで2時間12分9秒ですね。あと5キロ。この5キロが地味にしんどそうやなと思いながら走っている。あと風が強いんだよな、やっぱり西の方向に行くと
風が来るから、それが面倒。はい、28キロで2時間27分36秒。あと2キロ。ああ、頑張れよ俺。はい、29キロで時間見んかった。あと1キロ。この30キロ走が終わったらやりたいことがあるんだ俺。それは何だい？そう、アイスを食べることだ。あの自販機に売っているアイスだよ。あの細いなんかプラスチックについているアイスだよ。あれのチョコクッキーを食べるんだよ。なんだって？やばい、30キロ目前にして頭おかしなってきた。元気や、まだ元気はある。大丈夫。ケボンです。今日の30キロ走終わりました。記録はまた乗っけておきます。いやー疲れた。いやー、まあでもね、足はね、全然ではないけどほぼ痛みなくて、まあちょっと疲れとはいるんですけど、まあいいでしょう。うん、リアクトインフィニティがまだ合ってないだけっていうことにしておきましょう。あー疲れた。まあでも今日はね、まだ日差しがそこまですごいあるわけじゃないんで助かりましたね。で、午前中なんで気温もまたそこまで上がらずで、まあ、ただ風が相当あったんで途中ちょっとそれで疲れちゃいましたね。で、 GoPro をね頭に巻いてるんですけど、あのやっぱね、頭が重たくなるというか、重たくなるのと、やっぱそのなんかベルトで巻いてるんですよ。それを取った時のこうなんかね、なんかこうジュワッとする感じというか、多分ね、血液がちょっと止まってるじゃないけど、なんかあるんでしょうね、ずっと長時間つけてるから。そういうのが、まあ、だから、金沢マラソンはやっぱり GoPro つけずに走ろうかなと思ってますね。なんかいつもよりやっぱり首が疲れるからすんごいな。はい、まあまあ今日の練習は無事こなせたんで良かったです。はい、というわけで僕はこの後アイス食べます。最後まで動画見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタもやってますんで、よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。